はい、レオンチャンネルです。妖怪ウォッチ、妖怪メダル第2章の2回目の箱買いです。全30種類中、オロチ、ヤミマロウ、ライオトン以外の27種類まで揃って、箱買いして残りの3種類を一気にコンプリートしようと思ったんですけど、その3枚が1枚も出ませんでした。とてつもなく悔しかったので、今回も Amazon で新品未開封を購入しました。なので今回の箱買いでさらっとコンプリートしたいと思います。よく前の方にいいメダルが入ってますよっていう話を聞くんですけど、確かに前回も前の6パックの方がいいのが出ましたね。なのでまずは前から6パックを一気に開けましょう。はい、今一度確認するとまだ出てないのはこの3枚です。ではまずは1パック目。もうさらっとね、出しましょう。これ出す前にここを触ると裏か表かわかることが判明したので、これでウィスパーのモザイクは使わずに済みそうですね。では、1枚目。おー、無駄遣い。2枚目。あー、わかめくんか。はい、2パック目。よっと。せいのどん。おー、無理壁。2枚目。あ、おならずものか。ホロも出ないですね。はい、3パック目いきますよ。出てこい、オロチ。せいのどん。おーっと、ゴルニャンやったー、ゴルニャン出ました。多分、普通にパック売りで出してないですよね。妖怪大辞典の第2巻に付属してたので、持ってはいるんですけど、パック版は初ですね。でもこれで、見事にこの3枚以外が全部余分に出ましたね。いや、これはどうなんでしょうね。運がいいのか悪いのか。では2枚目。はい、横取り。4パック目いきます。1枚目。あー、風鈴出た。あー、嬉しいんですけど、ホロメダルは出てないホロが欲しいんですよ。風鈴被っちゃいました。では、2枚目。運外強。うまくいかないもんですね。はい、5パック目。1枚目。お！光ってる。光ってるよ。いきます。せーのー、ドン。あはは今絶対オロチかと思った。なんかちょっと青っぽかったから。これちょっとどういうことですか？では2枚目。はい、ジミー。いいよいいよ。気にしなくていいよ。では6パック目。前半最後。ホロメダル出しちゃいますよ。1枚目。おわー、やったー、キュービーだけど持ってるキュービーって全然出ないんですよね。なんですけど、3枚目、強運ですけど、持ってるんですよ。もうわけわかんないですよ。キュービが3枚も出て、オロチ、ヤミマロウ、ライオトンが1枚も出ない。あー、どうなってるんでしょうね。では2枚目。はい、口だけ女。キュービ、ロボニャン、トリニャン、風民。なんとホロが4枚も出ました。キーメダルは、無理壁、無駄遣い。残りがノーマルで、ワカメくん、運外鏡、口だけ女、ジミー、横取り、おならず者。ということで、たった6パックで、なんと4枚もホロメダルを出したんですけど、僕が欲しい3種類のホロメダルは、1種類も入ってませんでした。2回目の箱買い開封レビューのまず前半は6パックを開封した結果、コンプリートに一本も近づきませんでした。ただゴルニャンが出たのと、なかなか出ないキュービがまた出たのはかなり嬉しいですね。では次の動画では残りの6パックを一気に開封します。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック。スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。